眠れない。かの風神ですら悔しさを感じるのか。汚れの影響は今も広がっている。刀を掲げたのはその進行を少しでも遅らせたかったからだ。山風、お前は背負いすぎた。森の王である前にお前はお前だ。人面寺と戦った時我は見た。カオルをかばった時に汚れに当てられてしまったのだろう。小松丸だけじゃない。お前も自分の体の異変を隠している。知っていてあえてみんなに言わなかったのか。お前のことは尊重している。だからお前の本音を聞きたい。七角山の妖怪たちには皆重い過去があるけど、みんなと一緒にいるとなんだか安心する。これが俺たちの力だ。それを壊したくない。山風、みんなを一番心配しているのはお前なのだな。俺は仲間に嘘をついたんだ。仲間失格だな。それが薫を残してきた理由か。彼女は繊細な子だ。お前にとって一番大切な存在でもある。彼女や我らに心配をかけたくなかったから、お前は離れる気なのだな。見透かされるのはあまりいい気分じゃないな。だが解決する方法をお前は見つけてくる。そうだろ。ああ、時間をくれ。秘術で直してみせる。成功したらみんなのところへ行く。出発の後もうしばらく協力してもらえないか。理性があるうちに獅子雄に話しておきたいことがあるんだ。山風、いたんだ。一回、二回、三回。師匠、今日は三回もかばってやった。俺たちはすでに森のさらに奥の場所に来た。一体お前は何にうつつを抜かしている。ここで森の心の手がかりが途絶えた。もう二日も歩いたのに次の古門が見つからなくて。なのに魔物はどんどん多くなって、もしかしたら僕たちは道に迷ったんじゃないかって。そしてさっき僕の夢に山風が出てきて、夢の中で君は離れていった。だからお前はためらった。僕は獅子雄、お前はいつもいざという時に臆病者の自分に後戻りする。そんなお前が一番心配なんだ。立て、ついてこい。師匠、初めて山を巡回した時のことを覚えているか。あの時のお前はひどく怯えて、いつまで経っても養老に手を出せなかった。だから俺はわざとお前に喧嘩をけしかけた。うん、それで僕が負けた。だがそのおかげでお前の勝負欲を引き出せただろ。それからお前はずっと俺の後について修行を積んできた。真に強くなるためには
絶え間ない努力だけでは足りないんだ。いざという時に自分を信じ、自分を証明しなくてはならない。師匠、お前にはその道を歩いていく資格がある。それをお前自身が信じなければならない。たとえ最後お前一人になったとしても、お前は誰よりも遠くへ行くんだ。わかるか？僕にできるのかな？強者に言葉はいらない。山風の様子が変だ。黒い影が額に。まさか。想像しろ。俺が魔物になりかけている妖怪で、お前の後ろには仲間がいるとする。これはお前への試練でもある。この戦いで俺に強くなったお前を俺に見せろ。山風、最後まで僕を導こうとしている。また血で刀を怪我してしまう。これで全てが終わる。分かった。ありがとう山風。僕はもう逃げたりしない。この角に貫けぬもの。師匠、それをお前に託す。そして前に進むんだ。山風、山風、山風。師匠、もじゃもじゃじゃなかった。ヒロキ、獣の皮をかぶった妖怪を見なかったか？彼はどこに？君の仲間は強がりだな。今は一人にさせてやれ。彼にも誇りがある。自分の弱っている姿を見せたくないのだろう。でも獅子よ、彼の気持ちを無駄にするな。君が森の心を見つけてこそみんなを救うことができる。実は痕跡を見つけたが、今の君にそれを受け止められるかどうか。古文が隠された場所は霊力があふれている。より強い魔物が潜んでいるに違いない。君の最後の仲間、あの風神の霊力も尽きかけているのだろう。獅子よ、今大事なのはこれからどうすべきかを考えて決めることだ。一目蓮様は七角山が怪我されて以来、ずっと結界を修復したり浄化のことで頭を悩まされている。とてもとても疲れているんだ。でも一目蓮様は優しいお方だ。今も何も言わず力を貸してくれている。あの人にこのまま窮地を一緒に背負わせたままで本当にいいのだろうか。今夜はいろいろあったから、もうしばらく考える時間をくれ。わかった。心が決まったなら鼓を鳴らせばいい。迎えに来る。君、なんでこの森に残るんだ？君は人間だろ？魔物が怖くないのか？ここにずっと住んでるから逃げる術にはことかかないんだ。心配してくれてありがとう。別に心配なんか。そして残る理由の方は、何年も荒れ果てたこの森が最も美しかった最初の姿に戻るのをこの目で見たいんだ。君も見たいのだろう。
一目蓮様、まだ寝てなかったんですか？お帰り、獅子よ。一目蓮様、山風が。うん、分かっているよ。仲間としてこれが我にできる唯一のことだ。しかしみんなが離れていくことが辛いのだろう、獅子よ。少し話さないか。山風は、僕はいざという時に臆病者の自分に後戻りするって言ってた。その通りだ。僕は怖い。いくら強くなっても、みんながかつての家族みたいに一人また一人と離れていくのがとてつもなく怖い。みんなは僕の大切な人たちだ。もう失いたくない。獅子よ、しっかりするんだ。実は我も似たような経験をしたことがある。一目蓮様が？我は神であったが、今はただのあやかしだ。我は信者をすべて失い、一人で廃棄された神社で長い月日を過ごした。今思えば一瞬の出来事だったな。本来であれば我は一人森の奥で消えるはずだった。我の心だよ。我はやはりこの世界が、守っていた人々が愛おしかった。人間というものは、悪いものもいれば良いものもいる。だから一概に恨むべきではない。この世で善意の温かさを感じられれば我は幸せだ。人間か妖怪かなんて関係ない。だから獅子よ、恨みは問題の解決にはならない。お前の心を過去に捉えるだけだ。愛する者が去ろうと、敵対する者が襲ってこようと、見極めねばならない。自分の心の在りかを。お前には我々七角山の仲間たちがいる。もう一人ぼっちではないぞ。この先我らが最後までついていけなくとも、お前の帰りを待ち、お前のところへ駆けつける。だから恐れることなど何もないのだよ、獅子よ。心の葛藤を断ち切ってみせるのだ。ここはとっくに荒れ果てた鹿人族の森。森の心による浄化の伝説はそれ以上に儚いもの。それでも七角山のみんなが僕を信じて一緒に来てくれた。なのに次々と危ない目に遭って、今や僕と一目蓮様しかいない。あの人を起こすべきか、それとも一人で行くべきか。行こう。変だな、あのもじゃもじゃ。ヒロキはどこだ？鼓を叩いたら迎えに来るって言ったくせに。あいつ約束を破るような人間には見えないけど、まさか。なんで魔物たちが取り囲んでいるんだ？いや違う、誰かがいる。もじゃもじゃ頭、ヒロキ。まずい、あいつを助けなきゃ。僕があいつを助けたいのは、キリがない。これじゃあどうやって進めば。え、雨だって？ただの雨じゃない、これは透明で澄み切った雨。風神の雨だ。一目蓮様、僕を見守ってくれてたんだ。
最後の力で道を示してくれてありがとうございました。獅子よ、我らの覚悟と信念を連れて進め。ありがとう、獅子よ。別に、これで借りは返した。あと、この先は頼んだ、ヒロキ。君は、君の仲間たちに僕のことを話していないようだったから、僕のことが嫌いなのだと思ってた。でもまさか、その君から頼んだなんて言われると思わなかった。ヒロキ、僕は…気にしなくていい。さっき魔物に取り囲まれていたのは結界の裂け目を見つけたからだ。あそこは一つの断崖絶壁。君が古文を奏でると森の力が谷の底の魔物をどんどん引き寄せてくる。大丈夫、僕は怖くない。なら最後にもう一つ、獅子王は今でも一族に会いたいか。君が直面しようとしているのが鹿人族と人間の真実だとしても前へ進みたいか。真実。覚悟ができたのならついてきて。古文だ。でも霧が濃すぎて対岸が見えない。橋も壊れてるし。古文を奏でるんだ、獅子よ。森の力で故郷への道をつなげ、鼓の音で鹿人族最後の意志を継ぎ、森でこだまする最後の音を奏でよ。獅子よ、これは鹿人族の過去だ。君一人で立ち向かわなければ。これでしばらくお別れだ。森の果てでまた会おう。ここは何十年も離れていた鹿人族が暮らしていた地だ。物心がついてすぐ僕はここを離れた。記憶の中ではここは花がいっぱい咲いていて綺麗なところだった。でも今は荒れ果てている。やっと会えた。この声は
これはかつての森の姿。この場所に噂の鹿人族の森の心が隠されているのか。果てしない森の力、無尽蔵の木。やれ、小屋しより見つけるんだ。木々が次から次へと切り倒され、鹿人たちは仕方なく森の心の在りかを鼓の根に隠した。奴らに森の心の位置を知られるわけにはいかない。やっぱりあの者たち鹿人に手を出した。さあ、これを持って手分けして逃げよう。人間が私たちを裏切った。鹿人たちが旅立ったあの日に山津波が起こった。こうして生き残った鹿人たちは終わりが見えない旅に出た。道のりが険しく過酷な旅に耐えられなかった鹿人は次々と倒れていった。しかし彼らの魂は常に森と共にあった。魂の息吹を木に宿そう。森よ、どうかお忘れなきよ。森よ、どうか最後の鹿人を守りたまえ。あれは僕。やっと会えた、獅子よ。残ったのは僕だけなんだ。遅かったって、そんな。大変な目に遭って仲間たちが傷ついてまで僕をここまで送ってくれた。なのに森の心の力がもう枯れたっていうの？今までの努力は全部無駄だったんじゃないか。だがそれほど膨大な力を鹿人族だけで賄えるはずもなかった。森を再び生き返らせるためには、いや、何を言ってももう手遅れ。鹿の像は一体何を言おうとしてたんだろうか。僕しかいないからもう何を言っても無駄だというのか。悔しいよ。まだしたいことが、できることがあるのに。諦めてたまるか。あの最初の木を見つけて森の心を見つけるんだ。どんなに困難だろうと、僕は自分の力で解決の方法を見つけてみせる。たとえ力を使い切ってもだ。Thank you.